先発が阪神藤浪、そして広島がジョンソンでした。立ち上がりから2者連続三振、好調のスタート藤浪。3回、今年は盗塁を決められてかなりリズムを崩すというシーンも多かった藤浪ですが、そういったシーンも今日はありませんでした。大きかったのがこのホームラン、ジョンソンから北条、今シーズン第4号ソロホームランで先制。さらに6回、上本、今シーズン第2号。岩田さん、はい、この上本ですけれども、打ったのはストレートだと、バッター有利のカウントでしたし、追い込まれる前に打とうと思っていた、低めのボールを叩けたと話していました。はい、リポーターは橋本康介アナウンサーでした。7回、ワンアウト1塁3塁、今日を迎えた唯一のピンチ、阿部。これ岡さん、勝つともファールフライをうまく取りたい、取りましたよ ね、 そうですね、一番難しいね、フライボールですよね。ツーアウトになって代打新井、今シーズン初対決。まあ、これは今の北条がフォローに行くべきでしょうね。はい、8回の表、高山、ジャクソンから2試合連続となる今シーズン第8号ツーランホームラン。岩田さん、この高山も打ったのはストレート、引っ張って強い打球を打とうという意識がいい結果につながったと振り返っています。まあ、最後まで振り切りましたもんね。そうですね、さあ完封を狙った藤浪ですが、まっすぐ狙いであえてまっすぐ完敗と、本人も認める鈴木誠也の今シーズン第28号。その後はきっちり抑えて完投勝利。4対1、タイガースがカープを下しました。